はい、皆さんこんにちは。今回も素晴らしいギターが到着いたしましたので、こちらご紹介させていただきます。本日紹介させていただきますのが、トヤギターシリーズのフラッグシップモデル TD101 の紹介になります。TD101 というとね、この背面にこの豪華な装飾、これ全部埋め込みですよ。これの入ったギター、こちらの、紹介になりますね。で、この TD101、 今回ご注文いただいたのが、岩手県の王さんですね、からこちらの方のご注文、依頼を受けさせていただきました。で、王さんの方のご依頼なんですけど、これですね、私のシリーズはいろんな装飾を組み合わせてオリジナルを作れますよというタイプなんですけども、こちらフルノーマルの状態でのご依頼となります。で、フルノーマルって聞くと、と思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、このノーマルというモデルが、いろんなこう装飾屋さんからね、こういういろんなね飾りがこう出てるんですけど、その中で一番豪華なものを私がチョイスしてまとめたものがこの TD の101になります。なんで、とにかくね、こういうのがいいとかそういうのは特になくてね、豪華なのが欲しいと思ったらノーマル、これを指定してください。一番派手なやつ、これが、到着いたしますので、よろしくお願いいたします。でね、王さんの方でね、ご依頼、唯一これ、ノーマルでない場所があるんですが、ゼロフレットがついてます。これだけはオプションになります。それ以外はもう見た目装飾は全てフルノーマルになりますんでね。じゃあ早速ちょっと細かいところから紹介させていただきましょう。まずヘッドのデザインですけども、こちら天使のマークの入ったもの、こちらがトヤギターのね代表するものです。でね、今回のこのタイプからこの天使の上のところにちょこっとこうアバロンで可愛らしく、装飾を、付け加えさせていただきました。これがニューバージョンになります。そして、これゼロはオプションですね。そして、人工指板。これ黒炭とも選べるんですけども、最近はもう人工指板指定される方が多いです。で、これも、全部貝を埋め込んであるんですよ。私のブログの方でもね、この動画にも載せてあったかな。実際にこの埋め込んでるところの、動画、掲載してますんでね、また機会あったら見てあげてください。これでずっとやってまいりまして、今回GoPro と言いましてね、私いつも生音にエフェクトのかかるって、ここに丸っこいこうダイヤルのついてるタイプ、コーラスだとかエコーのかかるやつ、それの兄貴分で GoPro と言います。これを搭載したモデルになりますね。そしてブリッジの方もこんな感じです。これも、指板の方を人工指板をチョイスしていただくと、こちらも人工になります。そしてこのトップ材がイングルマンスプルース。これのもう目のきちんと揃ったね、いい材質使わさせていただいてます。イングルマンスプルースに何といっても背面、これが大外はからんだと言われるココボロ。それを使ってます。そのココボロにふんだんにこう装飾をしたモデルが TD の101になります。でね、これ、ちょっとココボロのこの柄見てやってください。非常にこう、模様がね、綺麗なのがこれココボロの特徴なんですけども、ココボロというと、すべての、材料がね、こういう、もわーっていう、材質のものではないんですよ。ローズに似てるのが多少こううねりはあるんだけども、縦縞の入ったものが多いんです。中でもこの複雑なこの柄の入ったものっていうのが本当にね希少性が高いんです。一部のモデルに、こういう細かなね波打ったようなデザイン、のものがありますね。それを私の方でチョイスして、採用させていただいてますんで、これはね絶対っていうのはちょっと言っちゃあれだけども、期待してもらっていいと思います。私も狙ってますから、こういう材質を。はい、そんな感じですね。それとネックの方が、最近はこの GoP ネック、音の振動の伝達性も優れてます。でなおかつこう、メープルを挟んでますね。メープルとローズですね。非常にこう耐久性があるって言ったらいいんですか、経年変化に強いということを、狙い、なおかつ、振動伝達に優れている、そういう特徴があります。でこの GoPro なんですけどね、これ今回この上位モデルになります。こちらの方が、本体にこうねコーラスと、エコーがかかってしまう。これジャックからの出力と、あとこれの便利なところが、これワイヤレスで飛ばせます。これピンを伸ばしてもらって、これ電源入れていただくと、これアンプの方にさせていただくだけで、もう
LINE からの出力でも、ワイヤレスでもどちらからも出力が取れるという優れものになります。それとあとこれ本体の方が簡単にねじ止めになってますから外せますんで、中にね裏にこう振動ボビンってこう裏糸を振動させるあのアクチュエーターがついてるんですけども、それとこのジャックをオプションで買い足していただくと、皆さんたくさんギター持ってらっしゃると思います。もう他のギターにも乗せ替えができるんですね、そういう優れものになりますので、またお願いします。で操作の方は基本的にあのスマホから操作をします。私のこのブログの方にそのスマホのダウンロードのね、バーコードっていうんですか、あれを貼っておきますので、そこからちょっとダウンロードしてね、どんなことができるのか見てあげてください。はい。で、もう一件ちょっと皆さんにお知らせがあるんだけども、今回ねこのノーマルで作ると工期がね早いっていうところがあるんですね。で私ね最近なかなかこう自分の分の注文依頼っていうのはね、できなくって、今回見てください、ドーン。これ今まだセッティングの前でピックガードもまだ貼ってないんですけども、作りました。でこちらのギター、あ、見てください。こう色がね明るい色の材料を選んでます。これを皆さんにお譲りいたしますんで、その分で作りました。これはこれでねちょっとまだ今セッティング前なんで、完了しましたら単体でご紹介したいと思いますんで、皆さんもうちょっとお待ちください。もう待たずに買えちゃうっていうね、ちょっと美味しいかなっていうところありますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ早速こちら TD101、イングルマンスプルースと大ガンハカランダココボロ、これの音色の方を聞いていただきたいと思います。じゃあいつも通りの E コードのジャランと定番コードからいきます。イングルマって深い音がするんですよね。この広域の音、これね0フレットをつけると結構明るい音出るんですよ。であと0の特徴としてはね、ハイ方言との音の差、それを違和感をなくすことができるんです。数々ね弾きやすいって、弦高も非常に低くセッティングできますから弾きやすいっていうところもありますんで、まあ、これはね、全体的なトーンをズシーンとやりたい場合は逆にゼロがない方がいいんですけども、ここはもう皆さんの好みでね、指定の方をしていただきますので、よろしくお願いします。はい。ということで、本体こちらで、ね、イングルマンっていうのは非常にこう豊かなこう厚みのある音色を出すというのが特徴なんですけど、それと、大ガンハカランダココボロですよね。これ非常に魅力があると思います。もうココボロ自体も最近はもうハカランダみたいにね希少性が高くって、だんだんとこう入手しづらい材料になってきてるんですね。手に入らなくなっちゃう前に、皆さんも1台、チョイスしてあげてください。じゃあまた次回、セッティングの方が完了しましたら、こちらのよいしょ、皆さんにお譲りするバージョン、こちらの方のご紹介という形でね、改めて、投稿の方をさせていただきたいというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。皆さん楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。それでは今日どうもありがとうございました。